AMDK6 は Advanced Micro Devices が開発した X86 互換マイクロプロセッサである。K6 は X86 命令を内部でリスク八8 6 o p に変換し、内部のリスク八8 6パイプラインで命令を高速実行するソケット7互換 CPU である。インテル製 CPU とのソケット互換 CPU として、 同一ソケットで同一クロック動作のインテル純正 CPU を量駕する高性能を発揮するため低価格パーソナルコンピュータを中心に普及し、また既存 PC のアップグレード用としても市場に受け入れられた。製造時期によって使用半導体製造プロセスが異なり、これにより 166MHz233MHz と200から 300MHz の2モデルに分類される。 a m d は X86 互換プロセッサメーカーであったアティクラーサ率いるネクスジェン社を買収し、当時ネクスジェンが開発中だった NX686 という X86 互換 CPU を手に入れた。a m d がもともと開発していた K6 は性能がこの NX686 より劣るものであったため、 NX686 を元に開発した新プロセッサを K6 として1997年に市場に投入した。本来 NX686 は前作 NX586 やインテルの Pentium Pro などと同様に二次キャッシュバスがフロントサイドバスから独立した構成の専用バス。 専用ソケットに対応する CPU として開発が進められていたが、AMD はそれをソケット7対応に変更し、二次キャッシュバス廃止に伴うペナルティ軽減を目的に一時キャッシュを増量の上で、NX686 独自のマルチメディア命令をインテルからライセンスを受け MMX 命令セットに変更して完成させた。この CPU は時期により、 様々な開発コードネームが用いられたが、その一つに、カタパルトがあった。これは、この新 CPU を強大なゴリアテを打ち倒した、ダビデの武器になぞらえての命名であり、a m d が相当な自信と意気込みを持って、この CPU の開発に臨んだことを伺わせていた。経路は常実の通り、インテルのペンティアムとソケット互換であり、出荷開始の段階で、 インテルの MMX Pentium シリーズよりも高クロック動作モデルが提供され、発売当初は X86K で最速クロック動作の CPU となった。このため AMD は K6 をインテル製品よりも高速な初めての互換プロセッサーだとして大々的に売り出した。K6 はその発売開始1ヶ月後に、 インテルが販売開始した当時最速のインテル製プロセッサペンティアム2と競合する製品であったと a m d は宣伝していたがクロックあたりの命令実行効率ではペンティアム2にやや劣っていた発表から約1年後の1998年5月にはシムド拡張命令セットであるサンナウを追加した K6 から2という後継プロセッサが登場しているペンティアム2では ソケット7ではなく、スロット1が採用されており、ソケット7ユーザーが、ペンティアム2にアップグレードするには、マザーボードごと交換しなければならなかった。これに対し、K6 は、ソケット7を採用していたため、ローエンド向け PC 用の CPU として採用されたり、ソケット7ユーザーのアップグレード用 CPU としても、使用された。K6 は次のような特徴を備えている。 メモリから読み出された命令は、まず、フェッチユニットが16バイト分のブロックを一時キャッシュから、フェッチを行い、命令バッファで命令が切り出され、デコーダに送られる。デコーダは、単純命令を処理できる、ショートデコーダが、同時に2命令のデコードが可能である。その他、ロングデコーダとベクターデコーダがあるが、これら3種類のデコーダは、サイクルあたりで、同時稼働できない。したがって、 ピークの X86 命令デコードスループットはに命令ということになる。また、MMX 命令は2つのショートデコーダの、うち最初のショートデコーダでしかデコードできない仕様になっている。デコーダはリスク 86OP という内部命令に変換され、サイクルあたり最大4つのリスク 86OP が出力可能である。この4つのリスク 86OP が、 グループ化され、後段の24エントリーある、リザベーションステーションに送られる。命令は、リザベーションステーションから5命令、分岐予測ユニットから、分岐命令が実行可能である、また内部に整数2つ、MMX1 つ、フープ1つ、ロード1つ、ストア1つ、分岐1つの、計7つの並列実行ユニットを備えている。MMX 実行ユニットは、 レジュスタ X パイプラインにしかつながっておらず、二つの MMX 実行ユニットを持つ MMX Pentium よび Pentium2 にこの点で劣っている。これは、後の K6 から2で MMX 命令が2、命令実行できるように改良された。また、K6 は整数乗算をパイプライン実行できず、一方、K5 はパイプライン実行を行えるため、 整数乗算命令のスループットは、先代から大幅に低下している。ただし、K6 では分岐予測や、投機実行の実装により、パイプラインを効率的に利用可能にする、様々な機能がサポートされており、K5 では分岐先予測のバッファーを保持していなかったのに対し、分岐先予測バッファーとして16エントリーを保持するようになっている。さらに、 レジスタリネーム機能もサポートされており、汎用レジスタ本数が少ないという X86K プロセッサの弱点を補っている。ありがとうございます。